はこちら、チーム対抗イルカに乗った天神デルやってまいりました。最終決戦でございますよ皆さん。最終種目は全員参加の変則リレー。第1泳者から第4泳者まではイルカに乗って 25m リレーをし、アンカーは 50m をガチで泳いでもらう。いつもなら勝利チームに5万ポイントだが、今回はたったの10ポイント。さあ、それでは参ります。最終対決、天神リレー、位置について、よーい！さあ、スタートしました。おーっと！何をやってるマー君！急いで！ロッキングで！幻は、幻はかなり安定する。最悪だ。最悪だ、最悪だ、あれ。さあ、第2走者にバトンキャッチ。よし、行こう。おっと。いいよ、お、お。なんとかマークも第2泳者のケントにイルカを託し、最年少対決に。さあ、第2走者。ここまで白組が大きくリード。よりか。さあ、第3走者へバトンキャッチ。しかし白組の森がイルカで大苦戦し転倒。するとここから赤組が驚異の追い上げを見せる。まっすぐにしてあげて、まっすぐに。おっと、いった、おー、いった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 、追い上げる、追い上げる、いける、いける、勝てる、勝てる、いけ、両チーム苦戦しながらも赤組坂田が白組の岡を追い抜き、一気に逆転。そしてアンカー松島につなげる。決着はリーダー2人のガチンコ 50m 対決に。タッチしろ、タッチ、タッチろ、よし、行け、やった、見せ場作ったぞ。どうだ今の気持ちは。お母さん、やったよ。結果発表。まずは赤組、はい、総合ポイントはなんと60ポイント。おめでとう。何も変わらない。何も変わらない。白組はなんと160ポイント。戦いは白組の勝利です。